5月、全日本ロードレースは戦いの舞台を宮城県スポーツランド菅生に移す。初戦を完璧な形で終えた日本郵便ホンダドリームは、好調を維持すべく晴れ、雨、濃霧と目まぐるしく変化する不安定な天候のもと行われたウィークを戦う。ST1000 の高橋祐希は予選6番手、セカンドローからのスタート。決勝レース、路面はドライコンディション。1周目の1コーナーで5番手に上げた高橋、トップの追撃を開始する。先行するグループを1台1台攻略していく間にトップには逃げられてしまうが、セカンドグループの中で虎視眈々とチャンスをうかがう。結局グループの先頭まで出たものの、そこでレースは終了。連勝とはならなかったが、難しいコンディションのラウンドを2位で終えた。一方、ST600 の小山智義は予選2番手、フロントローに並んだ。レーススタート。フロントタイヤを若干浮かせてしまい、加速が鈍る。1コーナーでは5番手に交代するも、トップは射程圏内。レース周回は20周。小山にとって挽回のチャンスは十分だ。徐々にペースを上げ、2番手まで順位を上げることに成功。残るはトップの攻略。アクセルをさらにワイドオープンしていた矢先だった。痛恨の転倒。シリーズ2戦目をノーポイントで終わらせてしまった。いやもう本当にこれがレースだなっていうようなウィークで、そんな簡単なもんでもないし、まあ、といってもね、高橋選手2位になったのは、まあ、素晴らしいですし、小山選手も2番トップ争いして本当にこれからってことで転んだっていう、確かに転倒は転倒なんですけど、あんまり無駄に捉えなくてもいいかなと僕は思ってるんで。レース終了時のポイントランキングで小山は4位に後退。しかしシーズンはまだ序盤だ。6月は茨城県の筑波サーキットで行われる第4戦。 ST1000、ST600 ともに土日で2レースずつ開催されるラウンド。前線を落としてしまった小山は、この2レースで少しでもポイントを取り返したいところ。そしてこのレース、 ST1000 の高橋祐希はル・マン24時間耐久参戦のため欠場。代役に若手の伊藤和樹が起用された。土曜に行われた ST600 決勝レースは、ヘビーウェットの路面をものともせず快走する小山。雨の筑波サーキットを最後に走ったのは20年以上前とのことだが、結果的には3位まで追い上げ、きっちり表彰台に上ってみせた。翌日曜は天候も回復、ドライコンディションでのレース2が期待できそうだ。この日、日本郵便ホンダドリームのブースには早朝から心強い応援団が集まっていた。関東圏の各地からたくさんの日本郵便職員の皆さん、ブースを訪れ応援グッズを受け取っていた。職員の方でいらっしゃるんですか？3月で退職を、はい、
いたしました。それまではあの日本郵便の社員でございます。日本郵便がチームというような形でしたので、もう全力で応援をさせていただいております。おすごい。今度職場全員の顔をちゃんと行きましたね。わ。ありがとうございます。じゃあ今日はもう職場の皆さんお仲間ということですか？そうですね。バイクレースっていうのは普段からよくご覧になられてるんですか？いやあんまり見てないです。バイク初めてなんで全てが、はい、楽しみで。小山選手をしっかり見ていきたいと思います。コーナーが韓国でこうフラットじゃないですか。ちょっとこういう壁になってちょっとあのオーバルコース力強い応援を受け、なんとか好レースを見せたい小山。レース2の予選グリッドは11番手と若干トップからは距離がある。レーススタート。小山は序盤から積極的にドライの筑波を攻め、6周目にはトップグループに追いつき、その後のレース展開を慎重に見極める。シーズン後半を見据え、ここでノーポイントだけは避けなければならない。レース2を手堅く3位で終えた小山、2戦連続表彰台でシリーズポイントも挽回できた。しかし何より、サーキットまで足を運んでくれたサポーターに表彰台を見せられたのが嬉しい。